ハプスブルク家、ハプスブルク家は、現在のスイス領内に発祥した、ドイツ系、アルザス系の貴族、古代ラテン人の有力貴族である、ユリウス一門、カエサル家の末裔を自称し、中世の血縁制度を利用した、政略結婚により広大な領土を獲得、南ドイツを代表する大貴族に成長した。中世から20世紀初頭まで中部ヨーロッパで、強大な勢力を誇り、 オーストリア大公国、オーストリア公国、スペイン王国、ナポレ王国、トスカーナ大公国、ボヘミア王国、ハンガリー王国、オーストリア帝国、あとにオーストリア・ハンガリー帝国などの大公、国王、皇帝の家系となった。また、後半は境外化していたとはいえ、ほぼ、ドイツ全域を滑る神聖ローマ帝国、ドイツ帝国の皇帝位を中世以来保持し、 その解体後もオーストリアがドイツ連邦議長を独占したため、ビスマルクによる統一ドイツ帝国から排除されるまで形式的には全ドイツ人の君主であった。ヨーロッパ随一の名門ウォーケと言われている。加盟のハプスバーグの発音はハープスブルクとドイツ語では発音される。ただし、日本では慣用表記、読み方であるハプスブルクが多く使われる。スペイン語では アブスブルゴ家、カーザでホップスボルゴ、フランス語では、アブズブール家、メゾンでホップスバーグとなる。ルドルフ一世以来オーストリアを本拠としたことから、スペイン系を含めて、オーストリアや、ドイツ語、ハウス・オストライヒ、スペイン語、カーザでオーストリア、フランス語、メゾン・ドートリッシュとも呼ばれる。例として、スペイン生まれのルイ三世用妃はフランスで、アンヌ・ドートリッシュ。 オーストリアのアンヌと称された。ハプスブルク家は、スイス北東部、バーゼル近郊のライン、川上流域を発祥地とする。ハプスブルク家の祖先はおそらく10世紀に存在したの、グントラム近万光であり、その塩素は、初期中世に、アルザスにいたエティション家の祖の上、アルザス博に遡り、ハプスブルク家は、エティション家の分家である。グントラムの孫である、クレットガウ博、 ラートボトが千二十年から三十年頃にハビキツブルク城を築いたと言われる。この城はその後ハプスブルク城と呼ばれるようになった。城は現在のスイスの関東ガールガウにある。ハプスブルクの名は高知ドイツ語の高の城、エビクッツバーグに由来するという説や、近くに浅瀬の川があることから中高ドイツ語のハブハップ、浅瀬に由来するという説があり、一致を見ていない。最初に、 王家自身によって文書でハプスブルクの名前が使われたのは1108年に遡る。ハプスブルク城は11世紀から13世紀に居城となった。ハプスブルク家はチューリヒ州、アールガウ州、トゥールガウ州で白爵権などの政治的特権を得ることや婚姻政策を通じて影響力を拡大した。13世紀にハプスブルク家は上、 アルザスとシュバーベンの名家をその婚姻政策の目標とした。彼らは一族のために教会においても高い地位を得ることができた。領域的には彼らはしばしばのような他の貴族の断絶などから利益を得た。1273年にハプスブルク伯爵ク,クルドルフ四世の子がローマ王皇帝に体感していない神聖ローマ帝国の君主に選出されて、 ルドルフ一世として世に出た。ルドルフ一世は1278年にボヘミア王オタカル二世をマルヒフェルとの戦いで破り、1282年にオタカル二世の所領であったオーストリア公国を息子に与え、帝国南東部に勢力を広げる。これ以降、ハプスブルク家はスイスでは徐々に領地を失ったこともあって、もっぱら軸足をオーストリア地方に移す。 1308年に、ルドルフの子アルブレヒト一世が、老いのヨーハンパリツィーダによって暗殺された後、その子フリードリヒビオーが、共同君主の地位を得たのを最後に、帝国の君主くらいからは遠ざかり、勢力は一時衰える。しかし一族は、オーストリア公として、着実に勢力を広げ、やがて、ルドルフ四世が、大公を自称した。1438年に、 アルブレヒト二世が、ついで千四百四十年フリードリヒ三世が、ローマ王になってからは王位を、ほぼ世襲化することに成功し、千五百八年にマクシミリアン一世が、ローマ教皇から大冠を受けずに、皇帝名乗り始める。フリードリヒ三世の時代は、皇帝とは、名ばかりで、権威も権力も財力もなかったが、マクシミリアン一世は、バロアブル号入系の向こう入りに近い形で、 当時のヨーロッパ最大の富裕繁栄を誇った、ブルゴーニュ領ネーデルランと、ブルゴーニュ自由伯領、フランシュコンテを、その子世代の婚姻関係によって、スペイン王国、ナポリ王国、シチリア王国などを継承し、皇帝カール五世の下でヨーロッパの一大帝国を現出させた。当時のスペインは、中南米を植民地として支配していたため、カール五世の領土は、日の沈まぬ大帝国であった。 さらに、カール五世の弟フェルディナント一世が、ハンガリー王、ボヘミア王に選出されたため、ハプスブルク家は、東欧における半島を飛躍的に拡大した。カトリックの擁護者として、プロテスタントと戦ったカールは、1521年に、祖父マクシミリアン一世の所領を、弟フェルディナントと分割した。また、父フィリップ美皇や、 母フアナ女王を通じて相続した書領は1556年に息子フェリペ2世に継がせた。こうしてハプスブルク家はスペイン系ハプスブルク家とオーストリア系ハプスブルク家に枯れた。1549年に取り交わされた協定で弟フェルディナント1世の子孫が神聖ローマ皇帝位を世襲することになった。スペイン系ハプスブルク家またはスペインハプスブルク エスパーニア・アブスブルド、スペインでは通常はカサデ・アウストリアと呼ばれる家は1580年から1640年までポルトガルをお金、海外植民地を含めて日の沈まぬ帝国を実現した。フェリペ2世の在位中に最盛期を迎えるが無敵艦隊の壊滅を契機としてその勢力は下り坂にいる80年戦争やフランス・スペイン戦争、西仏戦争に敗れて、 ヨーロッパの覇権を失った。また、オーストリア・ハプスブルク家との旅重なる、近親婚のためか、病弱な王が続いた。1700年、巨弱なカルロス二世の死によって断絶した後、スペイン継承戦争を経て、王位をスペインブルボン家に譲った。オーストリア系ハプスブルク家または、オーストリア・ハプスブルク家は、カール五世の弟フェルディナント一世に始まる。 ハプスブルク君主国。1648年に30年戦争終結と、共に結ばれたベスト・ファーレン条約によって弱体化した。しかし、オスマン帝国の第二次ウィーン方六1683年、撃退の後、ハプスブルク家は力を取り戻し、オスマン帝国を破り、オスマン帝国支配下にあったハンガリーを奪還する。1699年、カルロビッツ条約。 スペイン継承戦争では、ハプスブルク家に支援を申し出たホーエンツォレルン家のブランデンブルク戦帝国、フリードリヒ3世にプロイセンの王の称号を認めるなど、神聖ローマ皇帝としての権威を示す。1740年、カール6世が男子を書いたまま母子したため、神聖ローマ皇帝位を喪失し、オーストリアは長女マリア・テレジアが相続したものの、 それを不服とするプロイセンなど列強との間に、オーストア継承戦争が勃発した。オーストリアは、主霊支援を失うなど一軸教に陥るが、イギリス、グレートブリテン王国の援助を受けて、劣勢を挽回し、1748年アーケンの和訳によって、オーストリア、ボヘミア、ハンガリーの相続を承認される。また、マリア・テレジアの夫である、ロレーヌケ、 ロートリンゲン家のフランツ・シュテファンが174年に定位を奪還した。その後、大国化するプロイセン王国に対抗するため、フランス王国と接近した外交革命。フランス王大使、ルイ、ルイ16世とマリア・アントーニア、マリー・アントワネとの結婚もその一環である。しかしこの行為で、ドイツ諸国の支持を失い、新生ローマ皇帝としての権威を損なう結果となった。 それでもオーストリアは大国としての地位を確保し、プロイセン、ロシアと共にポーランド分割に参加した。さらにマリア・テレジアとその息子ヨーゼフ二世は啓蒙主義を推し進めるなど、積極的に布告強兵に努めた。1789年のフランス革命はハプスブルク家に衝撃を与えた。ルイ16世とマリー・アントワネットの処刑は、 ハプスブルク家に脅威を与え、プロイセンと共にフランスに出兵するフランス革命戦。しかし、革命政府軍に敗れるなど失態を演じ、さらにナポレオン・ボナッパルトの台頭を許し、やがて全ヨーロッパがナポレオン戦争の最下に飲み込まれていく動乱の時代に突入する。19世紀初頭に新生ローマ帝国はフランス皇帝ナポレオン一世の構成に屈して、 完全に解体し、ハプスブルク家のフランツ2世は1806年に退位した。一方でフランツは1804年にナポレオンがフランス皇帝として即位したのに先立ってオーストリア皇帝フランツ1世を称しており、以後ハプスブルク家はオーストリアの帝室として存続した。そして、 ナポレオン一世追放後のヨーロッパにおいて、ウィーン体制保持の新生同盟の一角として、地位を保持し、ドイツ連邦内においても優位を保っていた。しかし、クリミア戦争でロシアと敵対して、新生同盟は事実上崩壊し、1859年にはサルデーニャ王国に敗北して、ロンバルディアを失い、1866年の広島戦争で大敗を喫し、 ドイツ連邦から追放、ドイツ統一と国際的地位を低下させた。国内でも多民族国家であることから諸民族が自治を求めて立ち上がり、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世がハンガリー人に対して妥協、アウスグライヒすることで帝国は1867年にオーストリア帝国とハンガリー王国とに二分して同じ君主を仰ぐオーストリア・ハンガリー帝国へ。 再編された。それでも、以後、民族問題は深刻を深めていく。1908年、ボスニア・ヘルツェゴビの併合を行ったことから、それまでくすぶっていた大セルビア主義が高揚し、ロシアとの関係も悪化した。そして1914年、皇位継承者、フランツ・フェルディナント大公夫妻が、ボスニアの州都サラエボで、セルビア人青年ガブリロ・プリンツープに暗殺される事件。 サラエブ事件がきっかけとなってオーストリアのセルビアへの戦線から第一次世界大戦が始まる。長引く戦争、ロシアのレーニン政府の戦線離脱などの要因が重なり、連合国側はハプスブルク帝国を解体しないという当初の方針を踏み越え、チェコスロバキアに独立を約束してしまう。帝国内の民族も続々と独立し、明峰ハンガリーも オーストリアとの完全分立を宣言した。ハプスブルク家の最後の皇帝カール一世は亡命し、中央に650年間君臨した。ハプスブルク帝国は1918年に崩壊した。その後、ハプスブルク一族はオーストリア共和国への入国を禁止された。1921年にはカール一世がハンガリー王国に復帰しようとしたが、失敗した。 カール一世の復帰運動。1961年に至って、カール一世の長男夫元皇太子はオーストリア、定位継承権と、旧廷室財産の請求権を放棄して、オーストリア共和国に、中世の宣誓を行い、オーストリアに入国を許された。ハプスブルク家は夫が、ドイツ選出で、その息子カールが、オーストリア選出で、それぞれ、欧州議会議員を務め、 もはや統一を一切視野に入れずに、同民族国家とての親密な関係を保つ、e、EU 時代の両国関係を象徴する存在となっている。ただしオットは、その存命中、ハンガリー王とボヘミア王を名乗り続けていた。なお、単に、ハプスブルク家と呼ばれることが圧倒的に多いが、マリア・テレジアのこの世代以降、現在に至るまで正式な加盟は、ハプスブルク・ロートリンゲン家、 ハウスハプスバーグ・ロートリンゲンである。の言葉が示す通り、ハプスブルク家は婚姻によって所領を増やしていった。現在も最後の皇帝かある一世の子孫は婚姻によりベルギー・ルクセンブルクの君主意継承権を保持しており、それによって将来一族が君主に返り咲く可能性はある。一方で婚姻による所領の流出にも敏感であった。 そのため、おじと、めいや、いとこ同士、二重いとこの場合もあったという、血族結婚を数多く重ね、一族外に所領が継承される事態を防ごうとした。その結果、17世紀頃には誕生した子供の多くが、障害を持っていたり、幼くして死亡するという事態が起こった。カール5世以降、科学前突症、口を閉じている時の顎の形のことではなく、歯を見せた時に、 上の歯より下の歯が前にあるの人物が一族に多くなっており、カール五世は不正交合により食事は丸飲み状態であったことが伝えられている。特にスペインハップスブルク家ではカルロス二世のような虚弱体質、知的障害を合わせ持った多い継承者を誕生させ、スペイン王位をブルボン家に渡すこととなった。そのブルボン家も血族結婚を古くから重ねており、 ブルボン家とハプスブルク家の間で頻繁に婚姻が行われるようになると、双方で溶接したり、成人に達しても体に障害を持った人物が続出した。しかし、ハプスブルク家には強固な当主の概念があったため、外籍に家を乗っ取られることも、また一族内で争いが起こることも稀であった。老いに暗殺された、アルブレヒト一世、フリードリヒ三世。 アルブレヒト六世兄弟アルドルフ二世位、マティアス兄弟の争いといった例はある。ほとんどは他の王公がそうであるように政略結婚であった。しかしその割には夫婦仲が円満で子宝に恵まれたケースが多く、他さんは伝統とも言える。そのため現代でもハプスブルク家に関して陰謀などの血なまぐさいイメージはあまりない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。